こちらの歩行をやっていただきたいと思います。このロボットは先ほど申しましたように歩行時に糸を自然と設定しますので、このようなスローでも膝の振り出しが自然と調整されます。また階段を降りるとき膝をしっかり固定するという形で安定した階段を降りることができます。今度は階段を登っていただきましょう。階段を登るときは階段を登るモードに切り替えます。そうすることによって階段に足が引っかかることが自然と振り上げるという形で階段を登ります。スロープを下る際も歩幅は自動的に移動を設定して調整されるということになります。特に難しい操作は必要ないんですね。そういうことですね。操作は何もありません。それではちょっと先生、椅子にちょっと座っていただきましょう。はい。このような形に自然な形で椅子への立ち座りができます。これによりましてトイレなどにも不自由なく行けるという面を工夫しているわけです。またこういった歩行中にですね、電気トラブルなんかが起きてもですね、急な姿勢変化が起きないようにフェールセーフモードも安全にも配慮しております。ではここで斉藤先生ご自身による実施